ペトラ・チェドコフスカは、チェコプロスチェオフ出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、ダブルス2勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス25位、ダブルス91位。身長172センチメートル、体重64キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。6歳でテニスを始め、2000年に、プロに転向。 2008年全米オープンにて4大大会では2007年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦でジルクレイバスを6から0、7から6で破り2回戦で第14シードのエレーナ・デメンチェワに3から6、2から6で破れた。4大大会のシングルスでは2008年全仏オープンと2011年ウィンブルドン選手権の4回戦進出が最高成績である。 シングルスでは2011年8月のニューヘイブン大会の準優勝が唯一の決勝進出であり WTA ツアータイトルの獲得はないがダブルスでは2勝を挙げている2012年6月18日付のランキングで自己最高のシングルス25位を記録している2012年7月のロンドン五輪で初めてのオリンピックに出場したシングルス1回戦で ドイツのアンゲリック・ケルバーと対戦したが、途中棄権している。チェトコフスカはトップ10選手に、通算10回勝利している。2012年、BNL イタリア国際2回戦では、当時3位のアグニエシカからドワンスカを6から4、4から6、6から1。2014年カタールトータルオープン3回戦では、当時3位のリダを7から6、2から6、6から4で破る主君を挙げている。 ケトコフスカは2016年7月の地元、プラハでの ITF 女子サーキット大会に出場したのを最後に公式戦出場から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。